BTS、BTS の RM、RM が19日、グローバルファンダムプラットフォーム、Web e r t h の生配信を実施。死にたい、というファンのコメントに反応した。写真、大胆に開いた胸元にジュエリー輝く BTS、RM のカリスマ性溢れる姿。RM、人生は生きる価値がある。この日午前深夜3時過ぎに生配信を始めた RM。 徹夜をするつもりだったので皆さんとお話ししようと思って、と言い、ファンから質問を募集。音楽をかけながらファンと深夜の時間を過ごした。ファンのコメントを読みながら、死んでしまいたいと思ったんですかと反応した RM。少し考えると、僕もそうでした。一度ね、と打ち明け、あなたが何をしている人か、どこにいるのか、 何歳なのかも分かりませんが、でも僕を信じてください。人生は本当に面白いです。生きる価値があるものですよ、とメッセージを送った。RM、過去にも死にたいと思ったこともあった、と告白 RM は9月にも生配信で、他人を気にしやすい時代じゃないですか。みんな SNS をやってるし、と現代の生きづらさに触れながら、僕が僕を好きじゃない人たちにまで、 どうか僕を愛してください、とは言えないじゃないですか。僕が嫌い、じゃあどうしろと、全員から愛されることはできませんよね。僕は僕と僕を愛してくれる人たちと過ごせばいいんです。皆さんも同じです。あえて皆さんを傷つける人や同僚のせいで苦しまないでください。簡単じゃないことはわかっていますが、とコメント。僕も一時期そういうヘイトなどによって、死にたい。 と思ったこともたくさんあったのですが、と告白しながら、結局生き残れば勝つんです。必ずあなたが必要とされる時が来るはずです、と思いを伝えていた。モデルプレス編集部。